人道支援に関わる仕事をするには、世界で起きていることを常に知っている必要がありますので、例えばニュースを見たり、あるいはインターネットで他の国で起きていることが、他の国で何が起きているかということを常に知っておくというのが一つできることだと思います。